wanna risk it all again. But I don't wanna be...こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回皆さんに紹介したいのは、ここにありますけれども、このスニーカーは、かたくなに日本製にこだわるシューズメーカー、そして日本を代表するシューズブランドであるムーンスターから、この限定バージョン、特別バージョンの限定商品のこのスニーカー、これを今回は紹介をしていきたいというふうに思っています。私のこの YouTube 動画で、もう6年ほど前からね、このムーンスターのスニーカーをもう何回も皆さんにね、紹介をしています。まあ、10本以上。動画を紹介しているわけですけども、その中にこのムーンスターの歴史とかね、どういった技法で作られているのかっていうのは詳しく、紹介をしているので、まあ、今回もまっすぐね、商品の紹介に入ろうというふうに思っています。まずはね、形を見てほしいんですが、こういう形になっています。この形は GYM クラシックと言います。ムーンスターのスニーカーの中でも代表的な形がこの GYM クラシックの形になるわけですけども、この GYM クラシックというのはもともとはね、1960年代にトレーニングシューズとして発表されたスニーカーシューズがあるわけですけども、その60年前に作られていたトレーニングシューズが、まあ、一旦は販売中止になります。それから今から10年ほど前にね、復刻版としてこの GYM クラシックが誕生するわけですね。それが10年ほど前です。で、その今年になってね、今年の秋になって、いわゆる10周年記念ということ、復刻版が発表されて、その後からその10年間ということで、10周年記念としてこの特別バージョンが発表されたので、今回はこのスニーカーを紹介していきたいというふうに思っています。まずはこのスニーカーがね、その従来の今も作り続けられているんですが、 GYM クラシックとは何がそう違うのかっていうのは、今実際その GYM クラシックが、在庫がないのでちょっと比べようがないんですけども、まず違いが大きく3つあります。この3つを紹介していきたいと思います。まずはね、この部分を見てほしいんですが、この部分、通常の GYM クラシックはこうキャンバス生地で作られているんですが、今回このタイプはご覧のように、いわゆるデニムの生地で作ってあるんですよね。デニムの生地っていうのは、皆さんご存知、私たちもよく履くあのジーンズの生地のことをデニム生地と言いますけども、そのデニムの生地でこれが作られているということなんです。そしてそのデニムの生地も、まあ、福岡県で作られたデニムの生地でこうやって作られているということなんですね。もともとこの、まあ、ムーンスターもメイドイン久留米と書かれているんですが、福岡県は久留米市の工場で一貫して作られているんですね。作るところも福岡県の久留米なんですけども、この生地、このデニムの生地も福岡県で作られた、デニムの生地でこうやって作られているということがまず一つですね。で、もう一つの違いっていうのがこのアウトソールであります。アウトソール、このアウトソールも従来の GYM クラシックのアウトソールと形が違います。こういった形になっているんですね。よりグリップ力の強いゴムで作られている、こういったね、グリップ力の強いゴムで作られているということなんですね。まあ、こういったゴムの部分というのはパーツによって、まあ、種類が違う、ゴムの種類が違うんですね。まあ、例えばこのサイドの部分というのはこうやって曲げますけども、より柔らかいゴムでこうやって作られているということ。そしてこのつま先の部分、このつま先の部分は結構こう硬いゴムで作られているんですね。やはり衝撃を受け止めるために硬いゴムで作られている。で、先ほど言ったアウトソール、これグリップ力の強いゴムで作られているということで、同じゴムでも、場所によって性質が違うゴムで作られているということなんですね。こういうことになっています。そして3つ目の違いはこのインソールにあります。このインソール、従来の GYM クラシックもここのクッション性は高いんですけども、さらにこの中のね、インソールがクッション性の高い、その反発力のある、素材で作られている、二重構造になっているということが、まずこの違いがあるということですね。違いが、まとめてみると、デニムの生地で作られているということ、グリップ力の強いアウトソール、そして二重構造のクッション性の高いインソールで作られている、これが特別バージョンの違いなんですね。こういった形になっています。よりこうシンプルな形になっていて、色もね、デニムの生地ということで、あのジーンズと同じでね、これを使っていけば使っていくほどに経年変化をしていきます。多分ね、これ色がね、薄くなっていくと思うんですよ。で、その変化もね、楽しめるっていう、デニムの生地で作られているというのがこのスニーカーの特徴です。まあ、10周年記念ということで、特別バージョンとして
これが作られているわけですね。そしてこの最後ですけども、まあ、サイズ感なんですが、実はこれ25センチ、26センチ、27センチというのを用意しているんですが、この25センチというのも通常の、スニーカーに比べてちょっと大きく感じました。25センチと書かれているんですが、だいたい 25.5 から26センチの方で、この25センチでちょうどいいというふうに思っています。ちょっと大きめに作られているということですね。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまた、この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをね、クリックしてみてください。今回はムーンスターから特別バージョンとして、限定商品の GOM クラシック、デニム生地で作られた GOM クラシックスニーカー。こちら今回は紹介をしていきました。I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me.I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry.